ちょっぴり上級者向けのハイエルボーをご紹介していきます。それでは行きましょう。どうも、セリカです。今回はクロールのハイエルボーについてお話ししていきます。クロールを楽に長く泳いでいる水泳上級者の方がどういったハイエルボーを行っているのかというのを動画を見ながら詳しくご紹介していきます。まず動画の前半ではハイエルボーを水中から見た映像で解説していきます。動画の後半では水上から見たハイエルボーを解説していきますので、両方の視点からのハイエルボーをぜひ楽しんでいってください。それでは行きましょう。まずは水中からですね。正面からハイエルボーを見ていきます。次でスローの映像で見ていきます。はい。なかなかね、早すぎるので、解説も全部スローです。ちょっと遠いので、もうしばらく見ていきましょう。そもそもハイエルボーとは何かというと、もうその名の通り、ハイのエルボーです。ハイは高い位置。で、エルボーは肘なので、高い位置に肘があるような書き方をハイエルボーと言います。よくアウトスイープとハイエルボー一緒ですかと言われるんですけど、それはまたちょっと別です。アウトスイープは外側に書くことの動作をアウトスイープと言いますので。はい。では、ハイエルボーの解説をしていきます。まずここですね。肘の位置と角度を見てみてください。肘の位置、ちょっと上の方にあるの分かりますかね。ストレートアームで書くとどうしてもまっすぐ、もうピーンとね、下に手が向かった状態なんですけど、ハイエルボーだとちょっと肘が上がったような形ですね。これをハイエルボーと言います。これを、この形を取ることによって、水のね、書き方が変わってくるんですね。より水を重く感じます。重く感じるってことは、水をそれだけしっかりかけているということになるんですね。なので今までずっとストレートアーム、手をまっすぐの状態でかいてて、なかなか水をかいてる感じがしないなとか、水の重さを感じないなという方は、ぜひハイエルボーでやってみてください。はい。ここですね。もっと近く見えますね。このようにちょっと肘を曲げて、ちょっとね、高めに位置を取ってみることをハイエルボーと言います。で、ハイエルボーはね、どこで水をかいてるかとか言うと、ストレートアームとの違いはやっぱりこの角度をつけることによって、上腕と前腕の作る、なんかね、水の面みたいなものができるんですよ。扇みたいな。伝わるかな？上腕と前腕と肩と指先をビヨーンってつないで、ね、この面で水をかいてるようなイメージなんですね。本当になんか水の膜ってできるわけなんですよ。で、それを使って腕を回してるわけなんで、ストレートアームよりも全然かいてる面積、水を捉える面積が大きい。ストレートアームだとどうしてもね、腕の面しか水をかけていないので、なかなか水をつかみにくいんですよ。けどハイエルボーだと今みたいに扇形のね、ものが出来上がってますので、見えないけど出来上がってますので、それだと水を一度に多くかけます。はい、では次は横でクロールを見ていきましょう。次スローで見ていきます。まあ横だとちょっと分かりにくいんですけど、まあ、肘の位置だったりを確認できるので、ちょっと見ていきます。なので、ハイエルボーは、ひとかきでめっちゃ進みたい方、特にね、ツービー通しの方は、ハイエルボーにした方がいいですね。はい、まずここですね。ハイエルボー。で、タイミングのハイエルボーで言うと、やっぱキャッチが終わったところで一番ハイエルボーにはなってますね。理想は入水してキャッチ始まります。そこの時点でハイエルボーになってるのが理想なんですけど、まあなかなかね、最初はその動きをね、取りにくいと思うので、まずはじめは、キャッチが終わった時点、まあ大体手が胸の横にあるところですね。そこの時点でハイエルボーになってることを目指してみてください。そこから徐々に、ハイエルボーにするタイミングっていうのをね、早めていく。はい。ここですね。今、キャッチしてる時なんですけど、ここで今、ハイエルボーになってるんですね。で、この時点で一番ハイエルボーの形が取れるのが理想なんですけど、この形を取るのはね、肩甲骨がしっかり動いてないと、その位置関係的に、体の構造上的に、ハイエルボーのね、体勢を取りにくいんですよ。やっぱ肩甲骨がしっかり動いてないと、この角度っていうのは取りにくいので、まずはまだここまでなかなか取れないっていう方は、このキャッチが終わった時点で、肘をちょっと上に上げてみるっていうのにトライしてみてください。はい、こんな感じですね。ハイエルボーは、はい、水中だけでなく水上でも使えますので、次の動画で水上から見たハイエルボーを見ていきます。私自身、今まで水中ではハイエルボーなんですけど、水上ではもうストレートアームをね、取り入れてきた人間なので、前もって言っときます。水上でのハイエルボーは、正直めちゃくちゃ綺麗なハイエルボーではないですね。なんかストレートアームとハイエルボーを足して2で割ったような映像になってるのでご了承ください。でも頑張ってハイエルボーにしてみました。ほら見てください。ハイエルボーでしょ？一応ハイエルボーでしょ？けど、本家ハイエルボーとはちょっと程遠いかなという感じなんですけど、まあ、皆様の参考になればなと思います。ちょっとスローで見ていきましょう。はい、もう出してすぐに肘を上げるのがハイエルボーでございますね。はい、私はもうなんかストレートアーム出身なので、どうしても指先から出てしまう癖があるんですけど、ハイエルボー、正しいハイエルボーだともう肘から先に上げるのが正しいと思われます。はい。まあ右手はちょっとうまくできてるかな。左はもうダメなんですけど。はい。右は、まあ、肘から上げてますね。水上でのハイエルボーは、はい、こんな感じで肘が高く上がっていることがハイエルボーと言います。で、ハイエルボーを、まあ、リカバリーで取り入れるメリットとしては、ストロークが速くなる。ストレートアームだと、手の円周を見ていただくとわかるんですけど、すごい丸を描くんですね。でそうなると、まあ、距離的にはすごい遠いじゃないですか。手を出してから、リカバリー終えるまでの距離がめちゃくちゃ長いじゃないですか。そうじゃなくて、ハイエルボーだと、このように手のひら、まあ、指先がほぼ水面、スレスレで動いてるわけなので、早いんですよ、入水までが。その違いですね。できるだけ早くリカバリーを終えることができるというのがハイエルボーの特徴ですので、タイムを競ってるような方はぜひこのような泳ぎがいいのではないかなと思います。あとはオープンウォーターとかやる方はぜひね、ハイエルボーを取り入れてみてください。ということで以上がクロールの上級者がやるハイエルボーの特徴でした。ごめんなさい、ストレートアームの出身の人がハイエルボーの上級者なんて言っちゃってすいませんでした。はい、ということで以上、今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録と高評価ボタンのクリックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。